いやいや、保湿クリーム塗らない。3匹の子猫たちはお風呂が大好き。しかしお風呂の後のあることはとっても嫌い。そのあることとは、みんな体拭いたらママのところ来て。来たわね。お着替えする前に保湿クリーム塗るわよ。やだやだ、塗りたくないよ。ダメ、乾燥してかゆいかゆいなっちゃうわよ。そう、子猫たちは保湿クリームを塗るのが大嫌い。ニコちゃん、逃げてないで塗るわよ。こうして3匹の子猫たちはいつも保湿クリームから逃げていました。しかしある日、かゆーい、かゆい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 、もうちゃんと保湿クリーム塗らないからこうなるのよ。かゆいかゆいかゆい、明日病院に行こうね。次の日、3匹の子猫たちは病院へ行きました。みんな肌が乾燥してカサカサになってるね。今回は特別に保湿クリームちゃんを処方するね。保湿クリームちゃん？私がいれば大丈夫。しっかりサポートするわ。さあみんな、お風呂に入った入った。3匹の子猫たちはいつも通りお風呂に入りました。お疲れ様。お風呂の後は何をする？保湿クリーム塗っちゃおう。そんな子供騙しの歌じゃ塗れないね。僕も。私、塗ってみようかな。うん。さ、塗りましょうか。やっぱり怖い。怖くなんかないわ。ママに塗って確かめてみて。本当だ。怖くなさそう。ママのお肌もカサカサだね。ニコちゃんにも保湿クリーム塗っていいかな？うん。かゆいかゆいのなくなれなくなれ。僕は保湿クリームは怖くないけど塗りたくはないな。ミータくんはどうして保湿クリーム塗りたくないの？だってクリームは冷たいもん。凍えちゃうよ。そういった意見もあるかと思いやして、私の手で温めておきやした。クリームは手で温めることができるのよ。はい、ママどうぞ。ありがとう、保湿クリームちゃん。ミータ、塗ってもいいかな？うん。冷たくない。僕は保湿クリームが冷たくなくても塗りたくないな。ミスケ君はどうして塗りたくないの？だってつまんないんだもん。オッケーベイビー。保湿クリームで面白いこともできるのよ。ミータ君、背中に何を書いたか当ててね。わかった、ハートだ。正解。僕にもやってやって。オッケー。手にクリームをつけて。うんち、違う。うんち、違う。星か、難しいな。保湿クリームちゃんのおかげで3匹の子猫たちは毎日保湿クリームを塗るようになったそうな。おしまい。